というわけで本日も懲りずに大宮楽吉本劇場にやってまいりました。申し訳ございません。というわけで本日12月4日ということで、つい先日ですね、 M1 が終わったばっかりなんですね。芸人だったらもう誰もがね、熱くなれた大会なんじゃないかななんて勝手に思ってるんですけれども、まあ私としてはジャルジャルが面白かったなっていうのと、あと緊張感に耐えきれずにちょっとね逃げちゃったなみたいな人がね結構多かったなっていう印象と、あとはもうその直前で順番が決まるえみくじだとか出はけの問題だとか番組の段取りがどうのみたいな運営側のミスみたいなのがねちょっとね目立った大会だったななんて勝手に思ってたりもしてるんですけれども、もうねみんな変なスイッチ入りまくってるんで、果たしてみんなどんなことを考えてるのかちょっといいインタビューしてみたいと思います。それでは今日まで来てくれたでしょ。というわけで、はい、今度は昨日 M1 見た。あ、見ました。すごい面白かったですね本当に皆さん。あ、そう、はい、今年は本当に全員優勝してもおかしくないぐらいレベル高くて、あ、びっくりしましたね。ちょっともうレベルが高すぎてあら、この人たちの面白さはもう追いつけねえなみたいな。ああ、はい、ね、本当だよね、はい、もう人間が全員面白いのにネタももうどんどんこう進化していっててすごいなと思って。あ、はい、ありがとう、はい、あ、というわけどうも、はい、ミルキー、はい、ミルキー氏です。昨日今を見たね。あ、もちろん見ました。ねえ、はい、どうだった。いや、すごいレベルどんどんも年々上がってすごいなと思ったんですけど、ちょっと気になったことがあります。いや、わかんないですけど、スーパーマラドーナさんとか芸歴どうなってんの？わかんないですよ、僕もあんまりその…あれじゃないの？一回解散して、まあ、そこでリセットしたみたいなことになってね。あ、そういうのがあるんですね。一応あれなの？先輩なの？いや、同期なんですけど、18年ぐらいやってるんですけど、そうね、まあ、それで言ったら、まあ、トロサーモンもちょっと、ね、そうですね、僕先輩なんで、はい、あ、そういうトリック、あ、トリックって言ったらあれ、あ、そうですね、いや、ちょっと気になっただけなんで、それちょっとすっきりしますね。ですよ、もう分かんない。はい、面白かったですね、レベルが高くて。はい、というわけで、はい、昨日、M1 だったんですけど、はい、いやー、しびれたよね。朝から見たんですか？あ、僕も見ました。録音したんですよ。僕は夜7時半ぐらいに家帰ってきたから、はい、そこに乗降した感じ、はいはい、歯医者復活から見ようと思って。ああ、なるほど。昼間の分からこう追っかけ再生というか、少ししびれたね。別に誰にも思い入れもないですけど、いや、まあ感動しちゃいましたね。ああ、いや、そうですよね。はい、やっぱり諦めないで、やってると、やっぱ、あ、こういうことあんだなって思いましたね。そうですね。いや、そうですよね、はい、本当にみんな面白かったですね。あれ3組じゃもったいないよね。もったいないぐらいだ、うん、しましたね。ほんに2組ぐらいにしてほしかったです、ね、減ってるし。そしたらトロサーモンも優勝してないもん。ごめん、ごめん、下手で。昨日 M1 見た。あ、バイトでした。はい、というわけでご覧いただきましたけれども、いかがだったでしょうか。いや、やっぱりね、恵まれてない期間が長ければ長いほどね、それだけね、貯金を貯めてたんじゃねえかなっていうぐらいね、熱くなる、共感できる部分があるのかななんて思ったりもしましたね。みんな一様に熱かったですね。はい、というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、たけなこおすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら大宮楽吉本劇場よりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。グッバイ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 。